カラスのクッピーチャンネル、橋本ガラスのクッピーと保護の試練です。今日は2020年4月14日の火曜日。じゃあここなんかついてる、取れない。ちょピッて送った、取れた、ついてたから撮ったの。はい、というわけで昨日はね、なんかすごい荒れた天気で雨が降ってたんですけども、千葉県のこの辺だけ雨雲が切れて午後から晴れたんですね。で、たびちゃん日向ぼっこしました。すごい草むしってたね。ね、くーちゃん、たびはああやってなんかプチプチやるのが好きなんだね。で、今日天気良かったらくーちゃんの番ね、なんて言ってたんですけど、天気はね、晴れたんですけども、風が、もう北風がね、すごいのね、くー。洗濯物は干せないですね。北風だからちょっと寒いしね。ね、くーちゃん。はい、というわけで今日はですね、結構好評いただいております、月の話。明日はですね、下弦の月になります。いつも動画アップするのが遅くなっちゃうので、今回は早めに明日の情報を今日お伝えしようと思います。前回ね、満月でお話をしました。自分を褒めましょうということで。で、満月から新月に向かう間は、土の中にできるものをなんていう話をしました。その満月から新月に向かう間にあるのが下弦の月になります。前にあの上弦の月の時には何かを加えるといいですよってお話ししましたけども、下弦の月は逆に捨てるといい日になります。手放すね。やっぱりね、両手がね、普段からいっぱいだといいものが現れた時にパッと手を出せないのでね、いいものつかみ損ねちゃいますから。わーわー、ねえくーちゃん、余裕があった方がいいよね。お口の中がいつもいっぱいだとね、もっと美味しいものが出てきた時にね、困るもんね。ちなみにくーちゃんの場合は口の中にいっぱい食べ物を入れたって、さらに自分が好きなものが現れた時には口の中のものを他の場所に隠してからもらいに来るね。でもそうしてる間にさ、タビちゃんに取られちゃうかもしれないから、いつも余裕があった方がいいんだよ、くーちゃん。はい、というわけで明日の下弦の月は断捨離断捨離で、人も物も廃れたものは一掃して、そしていいものがね、どんどん入ってくる心の準備をしておくといいと思います。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、またねー。はい、クイちゃん、終わった。